こんにちは、皆さん。私はアレハンドロです。どうぞよろしくお願いします。今日はネットショッピングをすることについて話します。これは私のあ古くて赤いパソコンです。ス,テストレージは1テラバイトです。ラムはあ10あ12ギガバイトです。画面はあ14インチです。 そして重さは 3, 3ポンドぐらいです。それからとてもいいパソコンですよ。でも私は2013年にこのパソコンを買った10年前に勉強することや働くことや勉強することなどのためにあよく使っていましたが 少し古いです。それで今年あパソコン調子が悪くなってしまったんです。その時から新しいパソコンを探して始めました。私は値段の方が安くて、あ店に行かないでよくネットショッピングをします。 Amazon をいつも使ってあメンバーシップをあります。そしてあメンバーシップがあるので、えー、Amazon での買い物は早くあ届いてあ送料無料です。とてもよくて便利です。 会社で使ったパソコンは、あレノーブでした。あの、良い経験で、あレノーブが良い,いブランドだと思います。Amazon で長く探した後で、気に入ったモデル,あモデルを2つ 2つ,つモデルは同じ色でした。暗かったです。あそしてあ同じブランドも同じラムです。でもあ B モデルより A モデルストレージ,レージの,あの方があ小さかったです。 B モデル画面の方が少し大きかったです。A モデルの普通の値段は910ドルでした。B モデルより250ドルぐらい安かったです。この値段は 税金は入っていませんでした私にストレージはとても大切からビモデルにしました Amazon での買い物はエルサルバドルに届かない,で届かないので アメリカに住んでいる友達のアドレスを使います。その友達はよく旅行して私に買い物を持ってくるのをいつも手伝っています。これは私の新しいパソコン。かっこよい,いくて安い。 使いやすくて、早く動きます。とても良かったです。それはだけありがとうございます。